緑に覆われた山並みと深い森、その森に降った雨は清らかな流れとなって志津川湾に注ぎます。この豊かな海を囲む2つの町、志津川町と宇多津町は一つになり、平成17年10月1日南三陸町は誕生しました。キラキラ光る海、緑の里山、私たちの町はその恵みに支えられてきました。里の田んぼに水が張られると、まもなく海にはホヤの季節がやってきます。昭和50年代に志津川町で始められた金鮭養殖は、夏の初めに収穫の最盛期を迎えます。美しい砂浜に海水浴の人々が訪れ、民宿はにぎわいます。一年を通して祭りやイベント、新鮮な魚介が人々を楽しませます。秋の収穫が始まる頃、入谷地区には笛や太鼓の音が響きます。およそ4年の旅を終えて、秋鮭が南三陸の川に帰ってくる秋、山では南三陸杉の手入れが盛んに行われます。正月には神棚を美しく飾り、豊作豊漁を祈ります。お正月、子供たちの歌声が宇多津の浜に響きます。牡蠣、ホタテ、ワカメの収穫で冬の浜は活況を呈します。水産加工場では良質な水産加工品が生産され、出荷されていきます。自然と共に生きる暮らしを体験する教育旅行も盛んに行われてきました。数多くの民話や伝説が伝えられる南三陸町、戸村は獅子踊りの発祥の地と伝えられ、町には先人たちが紡いできた歴史を物語る史跡も数多く残されています。自然の恵みを知恵と技で暮らしの糧にしてきた南三陸、時に自然は恐ろしい牙を向きます。私たちの町は遥か昔から繰り返し津波の災禍に襲われてきました。圧倒的な自然の力を前に、人々は打ちのめされました。しかしその度に力を合わせ、どん底から這い上がり、コミュニティと産業を再生しました。でもあの日、自然は人知を遥かに超えたのです。何もかもが一瞬のうちに失われました。かけがえのない多くの命が奪われました。代々守ってきた生業の場、家族の歴史が刻まれた家々、町のみんなの思い出が詰まった場所、そのすべてが跡形もなく消えたのです。自宅、仕事場、公共施設を同時に失うという未曾有の惨事でした。水も食料もない中で、私たち南三陸町民は助け合いました。もう周り瓦礫だらけで、それこそここに立って呆然と見てたんですけど、流されてきた鉄骨にスズメが巣作りを始めてたんですね。野生の生き物は軽やかで強いなと、その時すごく思いました。装束衣装すべて流されましたけれども、地区の人たちに手伝ってもらって拾い集め、生きとし生けるもののために活動しています。高校生を中心に、亡くなった方々のご供養と復興を願って、大人も子供もみんなが助け合いました。涙を流しながら、肩を抱き合いながら立ち上がり、決して笑顔を絶やすことはありませんでした。みんなの力でワカメの漁を再開しまして、ワカメをボランティアの方に食べていただいて、感動している姿を見て、この宇多津の海の素晴らしさを教えていただきました。この海の見える
この場所にみんなが集える里前復興商店街を再開したいと思いました。私たちはやっぱりこの海を利用して生きていくしかないです。まあ、おかげさまで工場も立派に建てることができました。そしてみんなのおかげでいち早く復興市も立ち上げました。これからもみんなで続けていきたいと思っております。震災後、南三陸町には全国世界から有形無形の数えきれないご支援が寄せられました。その一つ一つが町民に勇気を与えました。新しい視点をもたらしました。そして復興に弾みをつけ、この町の魅力を再発見させ、新たな町の可能性を引き出してくれたのです。高台の新たな町には戸村小学校が落成しました。台湾の皆さんやイスラエルのご支援により、町民の命と心身の健康を守る病院とケアセンターも完成しました。いっぱい応援いただいて、山里の農業というものの付加価値がものすごく高まって、これから期待が持てると思います。都会の皆さんに農作業や収穫を楽しんでもらっています。新しい農業の可能性を感じています。そうですね、伊達政宗公の頃より品質の高さが認められてきた南三陸杉が2015年 FSC という国際森林認証を取得できました。木の力を引き出す最高の乾燥技術でこの杉を世に送り出し、南三陸杉のブランド化を送りたい、その強い思いで南三陸町山の会はみんなで頑張っています。もうすぐ衛生的な新しいハサップ対応の市場が完成します。柿はじめ養殖物も震災前以上に素晴らしい品質のものを目指して、みんなで一丸となって頑張ってます。人事も早く町の再建のためにですね、頑張ってですね、美味しいキラキラ丼を作るために、みんなで、力を込めて頑張ってます。やっと民宿再開することができました。多くの皆様に南三陸町の自然と食を楽しんでいただきたいと思います。こうして一人一人の町民が精一杯の知恵と努力で南三陸町最大の危機を乗り越えようとしているのです。この復活の力こそ私たちの町の魂であり誇りです。町は日々その姿を変えています。遠くにきらめく海のように、心に焼き付いた記憶もまた美しく輝いています。新たな姿の町を舞台に未来が紡ぎ出されていきます。先人たちの足跡の上に私たちの生き様を重ね、未来は生み出されていきます。その未来は輝いています。大津波にもタブの木の森が枯れることはなかったように、私たちは決して諦めることなく立ち上がりました。その不屈の精神は代々受け継がれていくでしょう。驚異の復活力で海が牡蠣やワカメを豊かに育んだように、私たちは笑顔を絶やすことなく再生へと一歩一歩歩んでいます。大自然の懐で生きる喜びを分かち合いながら